ストまで。集合場所にこちらの公園使わせていただきます。今から30分ほど参加者で、このデモに参加する思いなんかをリレートークという形で喋らせてもらいます。公園にお集まりの皆さん、お騒がせしますが、ご協力お願いします。参加者の皆さん、ご自由に今日、デモに参加する思いなんかを発言していただければ嬉しいんですが、どなたかお願いできないでしょうか。デモを毎月1回やらせていただいています。おととしの12月から今回で15回目になります。国防軍反対という形でやっていたんですが、今は集団的自衛権を憲法9条を変えずに認めてしまおうと安倍政権がやっていることに対して反対しようということで、解釈会見で9条を壊すなという形でデモをやることにしました。今チラシを配りさせていただいているので、読んでいただければ嬉しく思います。チラシの中側には、集団的自衛権ってどういうものなんだということで、漫画を4コマ漫画の形で、集団的自衛権の危険性を、伝える漫画になっています。第15回目の、国防軍反対デモです。今回は解釈会見で救助を壊したデモという形で行わさせていただきます。5時に出発しますので、それまでの時間こちらで参加者のリレートークという形で、発言をさせていただいてます。公園お集まりの皆さんお騒がせします。スタッフをやらさせていただいてます。東京都の救助の会、学生の救助の会の方の運動を1年間やっていました。昨年、この前の3月に中央大学を卒業した青山と申します。今日よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。私は北区に在住しています、西川と申します。ですね、最近の話なんですけど、北区はもともとそういう軍事工場などがあるところで、たびたびその不発弾が発見されて、電車が止まったりするわけですね。で、僕は今そこに住んでるんですけど、結婚もしてまして、なんか子供のことと考えるとそういうの危ないなとか、引っ越してからそういうことあるって分かったんですけど、で、そういう戦争というのは後々までこういう被害を残し、やっぱりこう現実的に考えたらものすごい危ないことなんだなってのを改めて最近思います。で、今安倍政権がやろうとしていることっていうのは、本当に民意を無視して、こう戦争ができる国づくりに本気でしようとしているという怖さを感じています。で、僕今こう見えても25歳でこっち6歳になるんですけど、本当に徴兵制が引かれたりしたら、今憲法の何条だかを根拠に徴兵制はやらないところになってますけど、9条を解釈、そういう閣議決定で解釈変えて無視できるようになるってことは、例えばその徴兵制だって閣議決定できるようになるんじゃないかということを思うわけですね。そういう意味ではやっぱり今そういうのがなってからどうこうというよりも、今本当に声を上げて、できる限り声を上げて止めたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちら解釈会見で9条を壊すなデモです。
国防軍反対デモということで、おととしの12月から、毎月1回、今回が15回目になります。5時に、この公演を出発しますので、それまで参加者の皆さん の参加する思いをリレートークという形で喋らせてもらっています。どなたか参加する思いを喋ってもらえないでしょうか。よろしくお願いします。この柏木公園での、デモはこれで3回か、そこら確か 特定秘密保護法案が、通ってからちょっと今までずっと保守で、自民党応援はしてないんだけど、自民党いいなと思ったんですよ。ところが信用したんだけど、要は特定秘密保護法が通った、もうこんなのありえないと思って、 そこでこのデモを一番最初に参加したのはこの柏木公園の、通ってすぐの時に、参加しました。でこの解釈憲法、やっぱ9条をやっぱ大切にしないと、なんていうんですか、やっぱり今まで例えば漫画とかあるアニメとかあるいは音楽とかそういうのをこうやってね、いろんな読めたりとかそういう生活っていうのはやっぱもう9条があるから、やっぱりアニメ見たり、例えばバラエティ番組見たり、例えば韓国なんていうとね、あそこは徴兵制ですんで、結構やっぱテレビも日本と違うらしいんですね。韓国なんか行くとなんか噂によるとなんかバラエティみたいな、そんなねお笑い系の番組があんま少ないらしいんです。なんか僕は行ってみたわけじゃないんですけど、なんかそんな感じで、日本だとなんかアニメがあったり、こういう、ね、生活な、何が基本がこの生活を維持してられるか、こうやってね楽しい音楽聴いたりアニメ聴いたり秋葉原行ったり、これって全部根本がこの憲法の第9条なんですね。この9条こそがやっぱり今の日本のなんていうの、この幸せなね、若者の文化っていうんですか、そういうのを作り出したと思うんですね。だからそれでこの解釈で例えば集団的自衛権を認めるっていうのはやっぱりかなりもう、じゃあアメリカが本当に相談してあそことやっちゃえっていうのとかやって、そう戦争するわけですよ。そしたらやっぱり例えばこの間のイラク戦争だって、やっぱり何ですか、結局大量破壊兵器があるって言って攻めて、アメリカが攻めてしたら結局後になってからなかったって、なんでしょうかね、あれはイラク戦争って結局大量破壊兵器ないで攻めちゃった。あんなことだって日本も巻き込まれて、その情報だってね、やられてアメリカから情報を渡されて、じゃああそこに なんかやってる、じゃあ行けってなって行っちゃって、で恨み買うよりやっぱり救助を守った方が僕はいいと思うんで、これで僕の終わりです。ありがとうございます。こちらは、解釈会見で救助を壊すなデモです。5時に、この会場公演を出発しますので、それまで、参加者の皆さんの、デモに参加する思いを喋らせてもらっています。それでは次にどなたか、発言をお願いします。お願いしていいですか。いつも国防軍デモのスタッフをやっているスタラといいます。埼玉から来てですね、今26歳なんですけれども、集団的自衛権認めるとなると、やっぱりこう今海外に行ってね、戦争に参加してすることができてしまうと、そうなると戦場に行くのはやっぱり僕らの、いやその下の世代になるわけですが、アメリカでね、イラクの戦場に、行った兵士の人も、現地では、たくさんの人殺しをして、それから、帰ってきてから帰ってきてからも、決してそれで、解決というわけではなくて、精神的に
うつ病になってしまったり、まあ、自殺をしてしまった兵士も、まあ、たくさんいると、そういうふうにはなりたくないと、思います。で今この集団的自衛権を認めないということで、学者の方なんかも安倍さんのやり方はおかしいとたくさん声を上げるようになってきています。そういう方の、まあ、勇気にも学んで、また僕も声を上げていきたいと思っています。よろしくお願いします。5時にこちら出発します。解釈会見で救助を壊すなデモです。今皆さん公園に座っている皆さんにチラシを配りしています。中に4コママムがあって集団的自衛権の危険性について書いてありますので、ぜひ読んでみてください。それでは国防軍デモの呼びかけ人の一人の田川と言います。おととしの12月に安倍政権ができた時にこのデモを皆さんに呼びかけて開始しましたけど、その時はまだまだちっちゃかった子が今2歳半になりましてですね、今回15回目にして初めての、参加です。頑張ります。何か言ってください。原発なくせってのはよく言えるんですけど、ちょっと、ごめんなさい。その一昨年の12月に始めた時は自民党は本当にその改憲案を出してそれを世に問うて、こう憲法を変えようと、してきたわけですけど、それができなくような世論があって、そして今度は96条を変えようとして、これもソース感を食らって、いう中で今度はもうとにかく俺が最高責任者なんだから俺が解釈を変えるんだと言って、この集団的自衛権の、行使を進めようと、しています。これはとにかく彼の決断次第でできちゃうわけですから、それで、まあ、おそらくどっかでやって誰か若い人を殺して自衛隊員が、まあ、死んでそれを国葬にとかもしてですね、もう結局そういうことだからこの解釈だけではなくて、憲法も変えちゃおうじゃないかっていう流れにですね持っていこうというのが安倍さんの腹なんだと思いますが、しかしとにかくまあごまかしにごまかしを重ねてることですから、もう本当にこれは国民的にも国際的にも進めさせるそういう環境もないし、そういうところまで今追い込んできているというふうに思います。私非常に注目しているのは集団的自衛権のことについて20代の男性の意識がこの1年間で非常に変わっているというのがこの間の朝日新聞の世論調査で出ていました。去年は 58% ぐらいの人が、まあ、行使容認に反対だったんですが、今回は 77% というふうになっているというふうに書いてありました。やはりそこには私たちがこの、全国の人たちも、重ねてですね、こういうデモをやったり宣伝やったりまたみんなで話し合ったりということがあったというふうに思いますが、これからですね5月3日憲法記念日です。いろんな行動も取り組まれますが、今日の、デモをですね一つのきっかけにしてさらに安倍政権を追い込んで、やめさせていきたいというふうに思います。ちょっと奮発して赤いバラ、情熱の赤いバラを、買ってきてですね、これを持って今日はデモって、本当に熱くですねこの解釈を潰してやろうというふうに、思っております。頑張りましょう。ありがとうございます。解釈会見で救助を壊すなデモです。国防軍反対デモという形で、おととしの12月から今回で15回目になります。参加者の皆さんのスピーチを、5時までさせていただいてます。よろしくお願いします。こんにちは。文京区に住んでます。前田と言います。仕事はコンピューター関係で、昔はもう土日もないような仕事をしてたんですけど、最近は仕事がほとんどなくなっちゃいまして、結構私より上の世代はもう
どこ行っちゃったのかなという状態ですね。で、まあ、今あの、まあ、こんな不況の中であの、まあ、高度成長とあのこの平和な平和憲法 の、 あの恩恵を目いっぱい受けたあのおじさんたちがあの気楽にあの徴兵制とか集団的自衛権とかあの地球の裏がどうのこうのとか言ってますが、あの、まあ、彼らにとってはあの人、まあ、自分は行かなくていいという人たちが言うことです。で、まあ、あの実は私の、親、まあ、親よりもっと上か、あの、まあ、私の親戚、まあ、田舎では金持ちだったんですね。で、私の親戚実は一人も徴兵で、あの太平洋戦争行ってません。なんでかっていうのはちょっと、まあ、まあちょっと聞くのも辛いんで、まあ、聞いてないですけど、あの行かなくていい人は行かなくていいわけですね。という世界、あ、というような社会が来るだろうと思います。あの私たちはあの、まあの、まあ、一般市民というか、まあ、99% の人間のための社会を作るためにあの、まあ、声を上げていきましょう。ありがとうございます。5時にこの公園を出発します。解釈会見で日曜日の夕方、お疲れ様です。こちら来られて、私何回デモに参加してるか分かんないんですけれども、ネットで見たんでこちらに来ました。集団的自衛権の行使、先日オバマ大統領が来日した時に、これ評価する支持するという声明が共同声明出されたと思うんですけれども、要するにアメリカの世界の紛争に日本が付き合わされるということなんですよね。で、イラクだアフガニスタンだ、間ところに行って多くの兵士が傷つき死に、そして帰ってきたらその社会保障費でアメリカの財政は大変逼迫しています。その財政逼迫しているとの肩代わりしようというのが日本人ですね。で、日本人が海外に行って死ぬ、そして相手国の人を傷つける、そして帰ってきたら怪人のように帰ってきて精神病になり、そして自殺していく、そんな社会にしちゃいけないと思います。で、 TPP 環太平洋経済連携協定、それに対して、一部の新聞では事実上の合意とかされていますけれども、合意されるまで諦めちゃいけないんですよ。完全に合意されるまでは、で、声上げていかなきゃ僕はいけないと思っています。ワシントンポストやニューヨークの記事では合意されたという記事はまだ出ていないと言っています。とにかく決まるまでは TPP に関しては反対の声を上げ続けていかなければいけないと思います。 TPP 参加してしまえばもう一部の富裕層が自由にあの世の中好き勝手やってしまう世界になります。そうすると貧困な人がたくさん出てきます。貧困な人が何やって生きていかなきゃいけなくなるか、アメリカ見れば分かりますよね。スミイカさんが書いた本、貧困大国アメリカ、食べるものがない、学校に行けない、何を知れるか、兵隊にさえ行けば奨学金が下りる、学校に行ける、そうやって騙されて海外に行き命を落とした若者、帰ってきても精神病が侵されて学校に行けない若者、そういったの出てきます。アメリカのような社会にしちゃいけません。というか多くの人が声を上げていくしかないと思います。今の政治家本当にアメリカのようになってきてんで、というか金さえもらえりゃ何でもいい、組織票さえもらえりゃ何でもいい。そして今度の命で連合の古賀さん、労働者の敵である安倍総理を、招くそうです。こんな世の中おかしいと思いませんか。というか声を上げていくしかないと思います。これある人で、とにかく続けて声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。解釈会見で球場を壊すなデモです。公園を集まりの皆さんをお騒がせします。5時にこの公園を出発します。それまで、このデモに参加する、思いを、参加者の皆さんに喋ってもらっています。引き続きどなたか発言をお願いできないでしょうか。あ、お願いします。皆さんこんにちは。星粒と言います。ツイッターやってます。大学生、今年4月大学生になった娘がいます。今日あのニコニコ町会議というのを、ね、やっていて、ツイッターでも流れているんですけど、そのツイッターの中で自民党が、その自民党さんが車を、宣伝カーというんですかね、それをあのニコニコ町会議の
ところに出してるんですけれども、日本を取り戻すっていう看板の上に、車の上にですね、日本旧日本軍の軍服を着たあの人が敬礼をして立っているという写真がすごくセンセーショナルというか衝撃的で、本当に政権党、日本の政権党の自民党が戦争の反省がないで、本当にその殺し殺されてもあんな戦争絶対ダメだっていうことでできた憲法を解釈で変えようとしている、こういうことが本当に今の日本で起きていることが背筋が凍る思いです。あのニコニコ町会議のことも、まあ、娘が何かのゲームかアニメかのパンフレットが欲しかったなんて言ってネットを覗いてたんですけれども、こういうその日本の本当にこう憲法を掲げて全世界に平和を発信していく、そういう力を本当だったら持っている日本の政権党が、こうやってその戦争の反省もなしに、もう国の命令で人殺しに行った、そういうこう時代の兵隊のスタイルを車に乗っけて、ニコニコ町会議で笑顔でいることが本当に信じられない世の中になってきているなと危機を感じています。安倍首相は自分が最高責任者だと言って解釈で会見できるという発言をしました。皆さん本当にこれは恐ろしいことだと思います。今国会ではあの消費税をみんなから上げて社会保障のために使うと言いながら、実は大軍拡のために年間5兆円にもなる軍事費を去年よりも増やしています。この大軍拡のお金、本当だったら世界が仲良くしていけば必要のないお金です。社会保障のためにまるっと使えるお金です。本当にこういう使い方許せないと思っています。みんな一人一人が幸せを追求して生きられる憲法13条に書いてあることを、この国の政権党はやりたくないんだなと、だから憲法を変えるんだなと思っています。この国を戦争する国には絶対させないという気持ちで、今日はこのデモ企画していただいてありがとうございます。参加させていただきます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。まもなく出発します。解釈会見で救助を壊すなデモです。今、プラカードをお配りしています。デモに参加する皆さん、あの手ぶらの方とか、あのぜひ持っていただければ思います。あと5分くらいで出発しますが、プラカードで終わりますか。あと、救助を壊すなデモというのを、企画しました。お配りしているのは、5月3日来週の土曜日に、行う秘密保護法に、反対する学生のデモです。2月1日にも1回やらせていただいて、500人参加者を集めました。同じ柏木公園出発で、一周新宿をぐるっと回るデモになります。デモにちょっと抵抗があるなというあの学生が中心となって、かっこいいデモをやりたいなということで、あのサウンドカーを出してかっこいい音楽を流すと、いろいろ思い思いに秘密保護法に反対する思いを首にするという形で、あの学生が主体的にデモを作ろうというあのことでやっています。ぜひあの学生じゃない方でもあの参加は大丈夫ということなので、ぜひ皆さんもあの参加していただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。歩いていきますが、一番前やりたいという人、ぜひあのよろしくお願いします。じゃあ、ご自宅に行きます。
Thank you.
会計反対、会社会計反対、軍事費を減らせ、被災地に回せ、会社会計反対、国防軍反対、国防軍反対、アジアに平和を、話し合いを進めろ、国防軍反対、国防軍反対、アジアに平和を、解釈会計反対、解釈会計反対、会社会計反対、戦闘機増やそう、医療費増やせ、命を守れ、会社会計反対、会社会計反対、戦争やめろ、貧困なくせ、子供を守れ、国防軍反対、国防軍反対、自由を守れ、解釈会計反対、解釈会計反対、解釈会計反対、憲法を守ろう、解釈会計反対、憲法を守ろう、国防軍反対、国防軍反対、みんなの声で憲法9条を守ろう、みんなの力で平和憲法を守ろう、一緒に歩こう、解釈会計反対。ありがとうございます。私たちは解釈会見で憲法を壊すのデモです。安倍政権は憲法9条の解釈を変えて集団的自衛権を認めようとしています。集団的自衛権、難しい漢字が並んでいてよくわからないけど、海外で自衛隊が人を殺すようになってしまう、殺されるようになってしまう、そういうことにつながると私たちは考えてデモを行っています。ぜひ自治政権の周りを歩いている皆さんも一緒にデモに加わって安倍政権の憲法9条を壊す動きに反対しましょう。コーラーとあります。リズム変わります。シンコペーションが入るかなってお願いします。タンタ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 、いけるのかね、ちょっとお願いします。会見なんて必要ない、はい、大統領を捨ててみせ。
No, no.
します。僕たちは解釈改憲に反対するデモです。今安倍さんが憲法の解釈を変えて日本やっぱり戦争できるんじゃねえって言ってるんですよ。どうも他の人たち徴兵制って言ってるよね。徴兵逃れたら死刑とか言った人いるよね。こんなの許せなくない？こういうことね、黙ってたらどんどん進んじゃうんですよ。みんなで反対の声を上げましょう。これいきます。改憲なんて必要ない。はい、憲法9条変えちゃダメ。はい、戦争なんてお断り。はい、お騒がせしています。私たちは解釈改憲で憲法を壊したデモです。自民党安倍政権は集団的自衛権を認めようとしています。それも憲法を変えずに憲法の解釈を変えてやろうとしています。集団的自衛権が認められてしまったら自衛隊が海外で人を殺し、また人を殺される国になってしまいます。皆さん、自分の大切な人が殺されてしまっていいですか？私たちはそんなことは絶対に許せない、その思いでデモをしています。ぜひ皆さんも一緒に歩きましょう。それではスプレッシュコール、解釈改憲反対、解釈改憲反対、みんなの声で憲法9条を守ろう。解釈改憲反対、解釈改憲反対、憲法9条を守ろう。みんなの力で平和憲法を守ろう。一緒に歩こう。解釈改憲反対、解釈改憲反対、自衛隊を守れ、若者には仕事を。解釈改憲反対、解釈改憲反対、国防軍反対、国防軍反対、アジアに平和を。自由を守れ。解釈改憲反対、国防軍反対、国防軍反対、話し合いを進めろ。国防軍反対、解釈改憲反対、解釈改憲反対、戦闘機増やすな。命を守れ。解釈改憲反対、解釈改憲反対、戦争やめろ。貧困なくせ。子供を守れ。解釈改憲反対、解釈改憲反対、解釈改憲反対、国防軍反対、戦争やめろ。貧困なくせ。解釈改憲反対、解
解散会見反対、解散会見反対。お待たせしています。私たちは解散会見で憲法を壊すまでもです。安倍政権は集団的自衛権を憲法9条の解釈を変えて認めてしまおうとしています。憲法9条があるからこそ今まで自衛隊は海外で人を殺すことも殺されることもありませんでした。しかしその憲法9条の解釈を変えて日本が海外で人を殺す国にしてしまおうと安倍政権は考えています。私たちはこんなことは許せない、その思いでデモをやっています。ぜひ皆さんもご一緒に歩きましょう。皆さんこんにちは。私たちは解釈会見で9条を壊す、9条を壊すなデモです。安倍政権は解釈で9条を壊そうとしています。皆さん、ぜひ一緒に声を上げて戦争できる国づくりをストップさせましょう。シブレヒコール解釈会見反対、若者を戦場に送るな。
よ。で自分には関係ないことだろうと思ってたんですけど、で大学に入っていろんな人と触れ合っていろんなことをしていくうちに、やっぱり知るっていうことはとても面倒くさいことで、なんか嫌な時も多いけど、やっぱり知るっていうことは大切で、いろんな今の社会情勢とか苦しんでいる人の状況とかをいろいろ知っていくにつれて、やっぱりなんかいろんなことを、感じて知って、でちゃんと行動していかないといけないなと思って、で今回デモがあるって聞いて参加させてもらいました。まだこれだけでは足りないと思うので、まず参加させてもらいたいと思っています。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。コールにご協力していただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。告知があるということですが、8周年的提言も本当に問題だったなと思いましてですね、イラク戦争とかアフガン戦争とか、イラク戦争なんてね、大量破壊兵器ないのにこうアメリカが攻め込んでいったすごく不条理な戦争だと思うんですけれども、こういったなんか戦争に日本が巻き込まれているっていうことに、巻き込まれてしまう集団的自衛権について大変危機感を持ってこのデモに参加させていただきました。で、私自分でですね、集団的自衛権 A2Z っていうパンフレットを取り寄せて今持ってきてますので、もし興味がある方がいましたらですね、もらっていただきたいなと思います。もう私よりずっと詳しい先生みたいな人は全然受け取ってくれなくて構わないんですけれども、もしちょっと集団的自衛権について疑問があるとかそういう人がありましたら、コメント差し上げますのでもらってください。今日ご参加の、皆さん45人でした。どうもお集まりいただきありがとうございます。これからも、毎月1回行っていきますので、次回の予定なんかが入ったチラシ、たくさんありますので、お友達の分も持って帰って広めていただければ大変嬉しく思います。ありがとうございました。